はい、J2 第3節、振り返っていきましょう。3月に入りまして、最初のゲームでございますね。えー、まずは、岩田、山形。はい、えー、2対1、岩田。ジュビロ、岩田、初処理。おめでとうございます。えー、まあ、失点はしてしまいましたけれども、何でしょうね。攻撃に非常に改善を見られたジュビロのこのゲームだったかなと思います。まあ、強力な、ほんと山形の攻撃陣を、よく1点で抑えたなと。しかも、セットプレイですからね。 崩されたってわけではないですからね。はい。非常に良かったんじゃないでしょうか。38分、ジャーメイン量のゴールですが、まあ、PK に結果的になったですけども、まあ、その過程が非常に良かったですね。斜めに入れたボイルポストで落として、で、ジャーメイン量が抜け出して、で、まあ、PK 獲得。で、それを自身でしっかりと決めてね、両メインじゃ、はい、しっかりとゴールを決めていきました。 まあ、ボランチに、ええ、まあ、遠藤もいて、ええ、で、そこからね、繰り出されるパス抜け出す、ドゥドゥ、シュートはカットインとかね、ええ、非常に連携面もなんか改善されてる感じがありましたね。で、まあ、前半は1-0。で、後半に入って山形は野田のゴールで同点ゴール。ええ、セットプレイ、小西からのボールでした。小西、終盤にもフリーキックでポストに当てたりとかなりキック精度を割いている感じでしたね。ああ。 まあこうチームがなかなか流れの中からね崩すのが難しいという状況でも自動昇格するようなチームはセットプレーからも点取れますからね、まあ、それに近いような雰囲気は感じましたがさすがに岩田そんな許しませんでしたね5分後にすぐに勝ち越しゴール取ってここで本当に山形はねそれこそあの,あの時のプレーオフみたいにこう、ね、劇的な流れに持っていきたかったですけれどもね <laughs> 見事岩田が潰していきました 松本のゴールですけれども、まあ、前節の甲府のゴールとかも見ても分かるとやっぱりなんかねバックの外国人選手が上がってくるタイミングってやっぱめちゃめちゃワクワクするしゴールも生まれますよねまあ取られたらピンチになるんですけどそれぐらいやっぱリスクを負って岩田が攻めに出ていったあそれが実を結んだというのはまあチームとしても形として自信になるのじゃないかなとは思いますリカルド・グラッサーそして松原この辺が左サイドで、A 非常に良い連携で出来出して、まあ、最終的には途中出場で入ってきた松本。えー、松本雅也も、まあ、よくあの間合いでシュート、触れたなと思いますよね、うん。ゴールキーパーの後藤も結構いい距離感で詰めたんですけれども、ここしかないぞっていうコースに決めていきまして、まあ、残り10分ぐらいの時間帯で岩田が勝ち越しゴール、そしてそのまま逃げ切りというわけではい。 えー、なかなか苦しい序盤のね、2試合でしたけれども、ここで勝ち点3を積み重ねて、結果的に今、清水より上に立ったのかなまた、あ、順位表見ていきましょう。えー、そして藤枝、秋田、1対0、秋田勝利でございます。藤枝はここで初黒星ということでございますね。えー まあ、秋田は結構序盤から畳みかけていた感じはありましたね。うんまあ、特に、えー、目立っていたのは29番斎藤慶太、はい。ここから配球されるボールはかなり脅威がありましたね。実際にこのゴールシンモーンもファーサイドを鋭いボールに詰めていた飯尾。はい、飯尾もなんかこう、結構得点能力高いですよね。うん 基本まあ守備の選手なんですけれども、ミドルシュートもあったりとか、結構ゴール前に顔を出すんだよな。はい。非常に良い形で。まあ、秋田はやっぱ先制、この時間帯にすると強いですよ。守備固いから。藤枝もね、なかなかこの守備ブロックを崩すことができず、ね、えってこう攻めて出ていったところロングボールで一本ポーンって蹴られて、まあ足の速い選手にね、秋田の前線の青木にこううまく収められて、 そこから、後ろから駆け上がってくる、まあ、齋藤とか、中村あたりにうまくつながれて、みたいな感じで、思うように攻めきれなかったかなという、そういうゲームでございましたね。うん、まあ、よく、え、田キディフェンス陣も頑張って体を張って守っていたかと思います。空中戦もやはり強かったと思いますね。はい。えー、まあ、藤枝の方もビッグチャンス自体はありましたけれども、うん、決めきることができず、はい。 1>, 1対0、秋田、見事な勝利でございます。秋田、強いですね、序盤。そして、徳島、仙台、1対1、ドロー、徳島、ドローボルティス、今年も健、はい前半0 0ロというゲームでございますけれども、えー、徳島、浜下が右サイドバックに入っていて、富山が左サイドバック。このサイドバックは攻撃的すぎるでしょう。<laughs> 非常に面白かったですね。うん、いや、いいと思います。 この仙台、攻撃陣が結構強力な相手に対してこれだけ攻撃的なサイドバックで挑むっていうのも面白い采配かなと思いますしまあ、外れてはなかったかなと思いますねうん。えー、まあ、徳島も、まあ仙台もおののゴール以外のシーンもチャンスを作っていて色は出ていたかなと思いますねうん。まあやはり えー、徳島は西谷が本当にボールを持つと一つ相手を剥がせますのでね、うん、そこからチャンスも生まれていたのかなと思いますまあ杉本なんかも決めきりたいシーンありましたけれどね残念、うん、ながらゴールを決めることはできず、えー、そうねあと西の3試合連続ゴールとはならなかったのでねまあ次は期待ですねはい、えー、一方で仙台の方はですけれども はいまあ、エベルトンなんかゴール前に絡んでいくシーンも見られましたね。あとやっぱ中島元彦の、まあ、配球するボールの鋭いところ。良、うん、かったと思います。あとホヨンジュンね、抜け出したシーン。決めたあれは決めておきたかったね。決定機ありましたね。はいえーまあ、そういう中で60じゃ52分姿。セットプレーカーでしたね、はい。中島がいいボール、配球してファーサイドで。 結構もう自由な体勢取れてました姿が頭で惜しくまあ熊本時代からもそうですけれどもこの選手は得点能力高いですねあーで先制してまあ本当はあと数分守りきればというところで徳島が同点にまで持ってきました、まあ、勝ち点を落とさないっていうのは非常に大事ですから、うん、勝てはしなかったけれどこのボイのゴールは非常に価値あるゴールだったかなと思いますねボイ、うん、も落ち着いてましたねインで巻くような感じのシュートでうん こうメインのところ、やっぱ期待だか渡りってところが今シーズン、この補強でかなり、まあ、森も含め期待はされていると思うんですけれども、えー、既存の選手、西野、そして坪井といった辺たりがこうやって結果を残しているのは、まあ、チームとして競争ね、生まれていい傾向なのかなと思いますね。まあ、本命どころもそろそろ点を取っていきたいかなという、まあ、それは次回への課題でしたね。はい、1対1ドローでございました、えー 清水勝ててない同士、まあ、ただ強豪といわれるチーム同士の対決ですが、またこれドローに終わりましたね。ドローが多かったですね。えー、先制点は川崎でございました。えー、確か24番宮城が、えー、いい形でボール持って折り返したところを詰めたというようなゴールだったかなと思いますね。えー、清水のディフェンス陣をよく崩していたかなと。松、まあ、山も含めて、まあ、米田、まあ、サイドの選手たちがね。 いい形作っていました。澤田なんかも、はい、決定機ありましたね。まあ、そこらへん決めきれていれば、のロスタイムだね、失点があったとしても、2対1で終われていたという、まあ、たらればの話になりますけれども。えー、まあ、一応、3試合こを見た中で、長崎、割とこの試合の方がいい形は作れていたのかな。あもっと f c 東京のゴールキーパー対決になってますね、これね。うん。だったかなと思います。 ーデエスパルスですけれども、えー、そうですね、決定機自体は作れていましたね。まあ、ディサロも得点の前にも結構ゴール近い位置で、左足でね、合わせたような、クロスボールから合わせたようなシーンありましたね。<laughs> まああれもなかなか難易度高いですけれども、あれを外して、9 0プラス4分を決めるのかという <laughs>、逆足でドライブシュートっていう、ちょっと予想外、まただ、長崎も寄せはかなり甘かったね、あれはね。うん いや、これはゴラッソでした。今節のベストゴールド言っても過言ではない、うん。右足で沈めていきましたね。チアゴ・サンタナよりティサルの方が点取るかもしれないですね。ひょっとすると。はい。まあ、いや、後半から出てくる選手もかなり脅威ですよね。乾、神谷。しかしまあ、1対1でドローでまた勝てず、エスパルス。開幕3試合は、1回も勝てず。まあ、正直まだ3試合なんでね。うん、ここからですけれども、 はい、ただ、結構苦戦してるなっていう印象はありますしまあ、どこのチームもやっぱり清水相手にはなんかやってやろうっていう気概を感じますよね。長崎もなんか気合い入ってたもんな。うん。っていう感じでバチバチでいいゲームだったとは思いますね。はい。1対1のドローでございました。えー、岩城、山口、1対0。山口がアウェーで勝利をつかんでおります。山口も序盤好調ですね。えー、チャンス自体はかなり前半、岩きを。 が作っていいたという印象はありますちょっとね山口の方はディフェンダーのパス回しベルドアップのところでミスも発生していて岩木はそこをうまくつけていたかと思います山口であったりとか、まあ、谷村有田この辺にも結構決定機はつ、ね、ありましたがね特に谷村、えー、関が前に出てきてカットしたボールを拾って誰だったっけな打ったシーンであれは決めておきたかったですね うーんあそこら辺決めたら本当に違う試合展開になってたなと思うんですけどもったいなかったねい訳としては、はいまあ、山口はやっぱあんだけミスして、まあ、<laughs> よく失点しなかったなっていうのもありますし、まあ、かなり課題はありましたよね前半あそこの後ろでの回しの部分は、まあ、しかし、まあ、結果、おラい65分皆川が、ね、点取りました、えっと、どういう形でしたっけ セットプレイカーの流れでしたっけど、なんか忘れたけど、ごちゃごちゃっとしたところに最後皆川がボール触れて、まあオフサイドかなと思ったんですけど、オフサイドはなかったですね。はい。まあさすがストライカーで、やっぱあそこのね位置でボール持たせたら振りは早いですね。よくゴールに冷静に流し込んでいきました。まあこの1点を本当に守り切ったというような形で山口は勝利を掴んでおります。 えー、この試合は、そうですね、田中俊哉が先発ということで、まあなんか攻撃陣もやっぱ山口、こう J2 に長年いるというところで、えー、結構いいメンツが揃ってきてるなと思いますね。うん。実力のある選手が揃えてきてますね。はい。はい、まあそんな感じです。岩きが結構構構成を仕掛けてましたが、山口が少ないチャンスでおものにしました。 そして熊本大宮3対0。3対0ですね。熊本、いいゲームでしたね。これは思い通りに囲べたんじゃないでしょうか。えー、大宮も前節勝ったので、今年の大宮やるかなと思ったんですけれども、それ以上に熊本が良かった。29分、島村のゴールですが、えーまあ、たくさん主力が流、ね、出した中、残ったこの男、竹本優一、竹本から非常にいいボールが背景されてましたね。 えー、島村逆サイド、よく見てた、アウトサイドのパスだったと思うんですけれども、よく大宮のサイドバックの裏をついたと思います。島村もいい抜け出しで、で置きどころが良かったですね、特に2タッチ目。冷静に流し込んでゴールインと。で、えっ、ー、と、2点目、平川のゴールも、これ、うまかったですね。これも竹本から始まったかな、なんか。竹本から平川渡って、平川が、えーまあ後ろにこう、落とすような素振りをちょっと見せつつ、クイックターン。 ね、すぐさま反転して、そのまま打っていきましたね。まあ、しかし、あのエリア内であそこまで自由にやらしちゃ、大宮のディフェンダー陣いかんですね。うん、あそこはまだシュート、前を向くことを警戒しなきゃいけない。まあ、その意外性のあるプレーが光ったと思います。キャプテン、平川。良かったですね。えー、そして90プラス4分、トシダのゴールですけれども、まあ、やっぱり大宮はどうしても前がかりになってしまいますから、そこの裏をロングボールでうまくついて、 やっぱ仕事するんですよね、途中から入ってくる相原。うん。この選手が左サイドを深く侵入していって、ファーサイド、トシダ。まあ、トシダがゴールを決めたという意味も、なんか大きいんじゃないでしょうかね。うん。まあ、石川大地もポストプレイもできるし、まあ、すでにて得点も取ってるしね。はい。もちろん、この選手もいいんですが、トシダもこれで点を取ったことで自信を高めて、えー、ロアソクも、とは、誰をフォワードに使うか悩むぐらいの。 えー、状態になっていくと好ましいと思いますはい一方大宮の方ですけれどもあ浦上二輝が退場したのかなっていうのもあったね手引っ掛けて止めたシーンではチャンスシーンとしてはですねえっ、ー、とまああれか他にあのー、侵入して鋭いシュート打ったのはポストたって欲しかったですねーまあ、しかし思ったよりあんま熊本のディフェンダー陣崩せなかったなという印象でしょうかはい そうですねそんなにこう、決定機バンバン作れたっていう感じじゃなかった、まあスコア通りの試合展開だったんじゃないでしょうか。ほんで、千葉、群馬、2対2、福割の群馬は結構強いイメージがあって、高井一馬がなんかロングシュート決めた試合とかがすごい印象に残ってるんですけど、っていうのを去年も多分言ったつもりがある <laughs>、去年も確か群馬勝ったもんね。うん。はい、まあ2 2ということで、勝ち点はちゃんと拾って帰りました。 えー、4分の早い時間で竹が先制点。まあ、シュートを打ってなんぼといったもんですからね、えー。まあ、荒井がこぼしたところ竹が詰めてましたね。まあ、やっぱストライカー、ールボールがこぼれてくるところの嗅覚っていうのはさすがのもんです。しかし、まあ、荒井翔太。いやー、そこはあそこに弾いちゃダメですよね。うん、ちょっとらしくないプレーが見られたかと思います。えー、千葉、36分、小森。いやー、この人すごいね。開幕から3試合連続ゴール。 ほんと千葉のヒーローを現るというね、実況かなんかも言ってたけど、素晴らしいゴールだったかなと思います。うー、ゴールとしては、まあ、ボール拾って、ちょっとクロス出す素振り見せてニアに刺したって感じでしたかね。刺したってほど速くないボールだったんですけど、くしびきがちょっとね、なんつうんですか、予備動作が大きすぎたというか、完全にこう、クロスを警戒した動きをしてしまったので、 未来の反応が遅れてしまいましたよね。うん。はい。45分プラス3分、ハッターを。コーナーからでしたかな。なんかセットプレーかなんかで頭でうまく合わせましたね。まあ打点が高い。やっぱこの選手ヘディング強いですからね。で、前半終了。いい形で前半を終えた群馬ですけれども、62分、千葉、椿。はい。新戦力がまた活躍しました。千葉、いいですね。いい傾向になってますね。 えまあ群馬の後ろのパス回し詰めていて細貝がこぼしたところをうまく詰めたうんというゴールですね、はいまあ、このシーンもくしびきはちょっと味方の選手に対してボールをもらおうと気を使ってゴールマスから離れたんですけどそれがまたね不幸になってしまいましたねうーんだから良くも悪くもねボールもらいに行く予想するそこがなんか外れてしまったキーパーの勘が外れてしまったというような感じで もし逆にね、そこに動いてなかったら失点してなかったかもしれないですよね。うん。椿のシュートもそこまでこうコースが鋭いってわけでもなかったんでね。まあ、なんか難しいですね。まあ、がさ細貝、反省点ありますね。うん。えー、あと千葉の方はですけれども、まあ、ミキーなんかも前半決定期あった。小ヤも決定期あった。まあ、もうちょっと決めきるところはありましたので。 うーんまあ、ネガティブな内容じゃないですけれども、勝ち点3は拾えたような試合展開でしたかね。はい。まあ、群馬も結構チャンス作ってました。お互いにこう攻め合っての2対2ということで、えー、サッカーの試合として非常に面白いゲームだったかと思います。そして一方で、えー、面白くなかったのはこちら。<laughs> 0対0、シュート5本と4本、ベルディ甲府。非常に寒くて、ちょっともう早く帰りたかったですね。<laughs> 見に行ってましたけど。 えーっと幸福の方は井上詩音が引き続き先発うんまあここはねいいスタメン選びだったと思いますあと品田とかスタメンでしたねはい竹富もスタメンでまあどうしてもやっぱ豊に一回当ててみたいなやり方をやるんでヴェルディの方は守備の予測がしやすかったですねまあしかしオフサイドになったとはいえ何がオフサイドだったかよく分かんないですけど、あのー、ネットを揺らすシーンもやっぱ豊が絡んでるんですよね うん、そこはやっぱさすがですね、うん。あそこのエリア内で仕事させたらやっぱ一流です。しかし本当になんかあんまりこう印象に残ってるシーンがなくて甲府もヴェルディも攻め手にかけるようなゲームでしたね。ヴ、ま、ェ、あ、ルディの方え林がねボランチアンカーのところに入りましたけれども、まあ、正直加藤国憲の方がうまくこなせてたかなと思うので、まあ、実験的でいいとは思うんですけれどもね。うーん やっっぱちょっと物足りなさはあったかなという感じあとやっぱ山越もいい選手なんですけど谷口の、まあ、足元の技術の高さを考えるとちょっといつもみたいな左右に振るパスが少なかったですねバスケス・バイロンは結構仕掛けていてそれがうまくはまっていたと思うんですけれどもうーん、まあ、なかなか点を取るには至らず楠木大輝ぜひ見たかったんですけれどもねこの試合出ることができませんでしたはいゼラゼラです えー、金沢町田2対1。町田勝利。町田が徐々に調子を上げてきております。先制点、平川。はい。まあ、金沢としてもちょっと軽かったですね。4番、井上。まあ、若さもありますか。簡単に振り切られちゃったね。うーん、よろしくない。はい。まあ、しかし、平川も、うん。一応、大卒1年目か。去年からも活躍してるイメージがあるけど。はい、しっかりと結果残してますね。ナイスゴールでした。 えー、その後とも、まあ、やはり町田の方が、えー、ゴールの匂いがするチャンスはあったと思うんですけれども金沢の方として記憶に残っているのは結構27番のレオ・バイヤーこの選手のクロス鋭いボールが多くて面白かったですね。うんまあ、それにこうジェフェルソン・バイヤーの林辺りがこう頭で飛び込んでいくなんてシーンが今後増えていくと面白くなってくるなと。 攻撃のパターン、バリエーションとしては過去2試合に比べるとこのレオ・バイヤーの左なんかが生きてきていい感じになってくるかなとは思いますがまあ案の定ちょっと守備が軽いので簡単に失点してしまいますね。うんえー、90プラス1分、荒木はい、ここはね、途中出場の荒木とそして途中出場の根、ね、元、ま、同時に投入されたこの7番,7番と9番。 これがいい連携見せてくれましたね。ワンタッチでお互いに。うん。いいゴールでございました。荒木もよく決めきりました。えー、そんな感じで、町田がもう試合を決定づけるゴールで、うん、2対0としましたが、最後に1本、林正道まあ、ここはさすがですね。あストライカー、林正道結構ディフェンダーに囲まれて厳しい状況でしたけれども、よく自分の形に持っていって振りましたね。うん。 まあ本当に内容としてやっぱ町田の方が上回っていたんですけれども、えー、金沢もジェフェルソン・バイアーノのヘッドがクロスバーに当たったりとか、まあワンチャン勝てたかもなっていうゲームではあったのでね、うん、内容は金沢良くなってきてると思います。2試合に比べたら。うん。で、町田はさらに、さらにね、どんどん良くなっていると思うので、まああとはエリキなんかに早く点がね、このデュークとか、ここら辺に点が早く生まれると、 さらに攻撃陣の爆発が加速するんじゃないかなというそういう期待感を持たせるゲームでございましたはいおは大分栃木大分強い大分強いシュート9本対1本栃木1本しかシュート打てなかったんだ栃木が確かに攻めてる絵があんま浮かばなかったですねまあ根本なんかキープ力はありますけれどもうんいや大分が強かったいやーまあ結果的にゴールとしてはセットプレイになるんですけれどもそれがやっぱすごいですよね 流れの中からも十分チャンス作ってて、まあ、決めきれないところをしっかりとセットしたプレーでね、取っていく。高畑、まあ、クロス狙ったのか、本当にゴール狙ったのか、ちょっと分からないですけれども、うん、非常に高精度のベボールだったと思います。えー、やっぱりね、あ、この試合はデルランいなかったんだ。そうか、そうか。まあ、ペレイラ、うん、やっぱバックからこうさ、中盤に絡んでいって、パスマシに参加するっていうのは、やっぱ脅威ですよね。 まあ、リスクもあるんですけれども、うん、今年の大分の本当にボールマ回シャ見てて楽しいですね。でかと思えば、左サイドには藤本というドリブルで1人で打開できるような選手もいますし、まあ、茂もそうですね、右サイドから、はい、いいボール配球できるし、突破もできるし、うん、で中央には伊佐がどんと構えて、まあ梅、梅崎とか野村に落とすみたいな、非常にチームとして役割がしっかりしていて。 このの今年の大分序盤戦非常にいいサッカーを見せていま,すまあこれがどこまで続くのか去年の新潟みたいまでに,みたいに、ね、最後まで続いていくのか、うん、どうだか分かりませんけれどもねまあサブに入っている角ともすでにゴールも決めてますし結構ベンチメンバーも含め層が厚いなと感じさせる。 1-0というね、スコアではございますけれども、大分の方が2枚ぐらい上手だなという、そういうゲームでございました。栃木のことあんま語れてなくてすいませんけど、まあそういった内容だったんでしょうがないですね。はい、辛辣、えー。そして最後、水戸、岡山、1対1のドローでございました。先制点、木村。クロスボールから。まあ、そこかなり数的に優位の状況を作れましたからね、うん。よく人数かけて攻めていたと思います。木村、ヘディングで。 迫力のあるゴールでございました鈴木としてはフルスとの対戦ということで結構気合も入ってたんじゃないでしょうかねうんはいえーまあそんなわけで岡山は先制するんですけれどもなんか後半は水戸が攻めてる印象が強かったですねさあ武田秀俊が水戸に移籍して初ゴール取りました、まあ、シュートも素晴らしかったと思いますえー、まあ、武田もそうですし えー、大原とか、まあ、この辺もそうですね。えー、J1 からこう、レンタルで来てるような選手たちが、まあ、いつも通り、いいプレーを見せていたと思いますね。うん。あ、そう前半、前田にいいチャンスシーンありましたね。ディフェンダーにカットされちゃったけど。うん。本当だ、面白いですよね。いろんな選手がこう、飛び出してくるから、ミートホリオークは。うん。楽しいですよね。 今節は、遠山正治、寺沼あたりにはゴールは生まれませんでしたけれども。まあ、東山正治惜しいシュートありましたね。ダイレクトで打ったシーン。入ったかと思ったけどね。うん。はい。まあ、水戸の方がなんか、最終的には結構押し込んでいて、岡山をヒヤヒヤさせていたのかなとは思います。期待の新戦力、ルカオはどうだったんでしょうか。残り5分からの投入だったんで、あんま、プレイヤーは見られなかったかもしれないですけど。まあ、 そうですねチアグアベスが結構離脱するっていうことなんでしょうかねこのルカを獲得したということはルカはどこで何をしてたんでしょうねうんでもすぐにこうやって試合に出れるっていうことは結構コンディションはちゃんと高めていたのかもしれないですねはいまあ1対1でドローミントは3試合連続ドローですかねそんな感じしますはい順表見ていきましょう1位3連勝の大分トリニータ2位は f c 町田ゼルビア、えー、3位4位ブラブリッツ・アキッ で、勝ち点は並んでおります、2、3、4で。えー、で、5位、モンテデル、山形、6位、藤枝、真衣 FC、ここまでがプレーオフ圏内。まあ、1位、大分、それに対して、2位、町田、この辺はまあ、想定内ですけども、レノファ、秋田、藤枝、ここら辺が序盤上位に入ってるのは、まあ、他の J2 のサポーターからしたらちょっと予想外か。まあ、でまだ言うて3試合だからねっていうところもありますけど。はい。で、続くは岡山、仙台、熊本、ジュビロ、ヴェルディ、千葉。 水戸、清水、大宮、徳島、甲府、群馬、岩木、栃木、長崎、金沢はい、長崎、金沢がまだ勝ち取れていない、えー、まだ勝てていないチームとしては、水戸、清水、徳島、甲府、群馬、岩木、栃木、長崎、金沢というところでございます。まあ、なんか去年からの悪い流れをちょっと引き継いだゃってる感じありますね、ここら辺のチームたち。 うん、まあ、岩城に関してはね、ちょっと、ディビジョンが上がって、そこの壁に今、ちょっと、悩んでいるような感じはありますね。はーい。えー、まあ、まだ3試合なんで、もう一年通してどうなるかね、わからないですけれども。まあ、ひとまず、今節に関しては、ほんと、ジュビロ岩田が勝てて、サポーターとしては、ほんやっとちょっと一息、ほっとできたかなっていう感じですかね。 得点数で見ると一番多いのはモンテル山形。やっぱ攻撃力ありますね。ついでジュビロか。うん。無失点のチーム。おお秋田無失点。唯一か。ほうほう。J2 の中で唯一の無失点。やっぱ守備の硬さありますね。ね、秋田がこのまま6位圏内入ってったら面白いかなーうーん。はい。得点ランキング見ていきましょう。こちら。 さあ、小森が1位に躍り出ました。渡辺亮と並んで。いやー、すごいですね。スーパールーキーですね、本当に。で、チアゴ・デラ・トーレタニー。まあ、この辺一緒ですね、この前とね。はい、そんな感じで。まあ、小森が3点目。まあ、このペースでいけば42ゴールですね。<laughs> このペースでいけば42ゴール、小森はね、取るという計算になりますけど。また10点はもう取りそうですね。大きな怪我しない限り。 それぐらい毎試合やっぱちゃんとチャンスを作ってくれる選手ですね。楽しみな、またフォワードが出てきました。えー、っと、あとは、まあそうだね、竹田にゴール生まれたのは見たとしても、まあ今シーズンのチームの中心選手になってくるだろうから、ありがたいところですね。はい。まあ清水、あとそうだね、ディサロに、そうだね、ゴール生まれた。 ディサロにゴール生まれたというか、あれ今シーズン初ゴールか清水って。前節どこだっけ相いて忘れたけど、ひょっとしたらそうかもしれないですね。はい。まあそんな感じで、まあちょっと清水が不調に、まあこう戦力から見ると、ちょっとスロースタートかなっていう感じもありつつ、ございます。J1 第3節。はい。まあまたね、2週間後、3週間後には全然違う順位表になってるだろうから。 はい。ここでそんな語ってもしょうがないんで、そろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。一応、次節の試合のカードぐらい確認しとくか。甲府藤枝。大宮岩田。山口熊本。仙台岩木。秋田千葉。栃木長崎。町田水戸。おー、町田水戸面白そうだな。あー、清水大分も面白そうですね。岡山金沢。徳島ベルディ。あー、これもポゼッションの対決で面白そうですね。群馬山形。はい。 なるほど、なるほど。いや、清水大分。また清水勝てないかもね、ひょっとすると。大分が今間違いなく J2 で一番強い。はい、以上、ありがとうございました。